はい。皆さん、こんにちは。海外転売スクール講師の黒沢敦です。今回はタイトルにもあります通り、チートデイ、トレーニング、減量期、ダイエット、減量期のチートデイから考えるビジネスのコツ、肝について話をさせていただきます。そもそもこのチートデイっていうのは今ご覧いただいている画像を見ていただければわかる通り、 ま、一言で言ってしまえば体を騙す日なんですね。なんで体を騙す日イコールこんないろんな好き勝手な食事の写真につながるのかっていうのは今から説明させていただきますけれども、私は普段、今減量期なので特に、あの、カロリーコントロールっていうのをすごくしています。まあ、正確に言えばカロリーコントロールではなくて PFC バランス、要するに、プロテイン、ファット、カーボン、日本語で言うと、タンパク質、脂肪、 で、炭水化物。このバランスをとって、普段の食生活っていうのが、まあ、一言で言えばかなり素食と言いますか、そのトレーニング用の食事なんですね。例えばなんですけれども、私は普段パンもお米も一切食べないですし、普段食べるものって で、サラダとか、あとは鶏のささみとか胸肉とか、あとはまあコロッケとかそういうものは全然食べるんですけれども、それでもまあカロリー的に言うと1日1800キロカロリーぐらいなんですね。で、成人男性が必要なカロリーって1日、まあ基礎代謝とかもありますから、2000から2500キロカロリー、まあ2500キロカロリーぐらいって呼ばれてるんですけれども、まあそれに比べとかなり低いと。さらにですね、例えば吉野家の牛丼とか一杯食べるとしますよね。あれ で、えー、大盛りを食べると996キロカロリーぐらいなんですよ。ってことは、吉野家の牛丼を1杯食べて、で、夜にドカドカっとまあご飯を食べて普通の食事をしたら、もう2000キロカロリーなんて簡単に突破しちゃうものなんですね。さらに、例えば缶コーヒー飲んだりすると、あれ1本で、えー、例えばですけれども120キロカロリーあったりとか、あとドレッシングかけたりするともう50、 あの、50キロカロリーに行ったりとか、あとは油を使って料理をするともうそれだけで100キロカロリー超えたりとか、油だけですよ。100キロカロリー超えたりとかして、普段現在、まあ、飽食と呼ばれるこの日本で2000キロカロリー未満の食事を続けていくっていうのは、もうどう考えても普通に欲望の赴くままにやってったらできないことなんですね。で、私はそれはもう慣れてるので、 問題ないんですけれども、それでもその2 0 0 0カロリーを下回った、もちろん PFC バランスで正確に言えば、低炭水化物、低脂質、まあ低脂肪ですね。で、高タンパク質っていう食事なんですね。その食事をずっとやりながらトレーニングをしていて、で、さらに昨日から水泳もまた再開しましたので、まあクロール30分40分泳ぐってことは、 その30分40分で665キロカロリーから大体そうですね900キロカロリーぐらい消費するんですけれどもそういうの消費してプラス基礎代謝っていうのもありますからまあ基礎代謝が大体1500から2000キロカロリーあるわけなのでもうそんなことしてたら も当然ながら2 0 0 0カロリー未満の食事をしながら体は2 0 0 0カロリー以上使っているわけです。まあ当然ながら使うカロリーよりも摂取するカロリーの方が少なければ体はその分痩せていくっていうことなのでそれが減量なんですね。まあ減量っていうと体重を減らすっていう感覚がの方がよくいらっしゃると思うんですけれども減量イコール体重を減らすではなくて脂肪を減らすっていうふうに私は考えてます。 なぜならば私筋肉はどん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 つけてるので、あの体重が減るかどうかっていうのはちょっと二の次なんですね。それよりも体脂肪率を減らすっていうのが重要なので、ちょっと減量っていう言葉の定義も、ただ体重を減らすっていうんだったら、もう何も食べないで、あのー、じっと我慢して暖食でもしてた方がいいんですけれども、それだったら今度は筋肉も減ってしまいますので、あの、まあ、筋肉はなるべく減らさないようにして体重を減らす。 ま、正確に言うと体脂肪率を減らすっていうのが原料だっていうふうに考えてください。で、チートデーの話に戻しますと、いつも、ま、PFC バランスありきで、あの、どん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 体重を下げてる わけなんで、体脂肪率を下げているわけなんですけれども、ずーっと体脂肪率を下げていると、体が飢餓状態に突入したっていうふうに考えるんですね。要するに、例えば動物が冬の間、なかなか食事が取れないと、その時どうするかっていうと、取ろうと思っても取れないので、体の機能っていうのを低下させるしかないんですよ。例えばクマだったら冬眠しますよね。食べ物がないから冬眠する。冬眠する理由っていうのは、普段、 生きてるだけでも使っちゃうエネルギーっていうのをなるべく低くすることによって死なないようにするっていう機能が働きます。これを、まあ、ホメオスタシス、向上性維持機能ってよく言うんですけれども、で、この向上性維持機能っていうのが後ですごい重要なワードになってきます。これは、あの、体だけの話ではなくって、精神領域とか、あとは情報領域、言語領域にも関わってくることなので、ここをうまく利用すると、 私は海外転売の講師なので物販の話をしますけれども、物販でも成果が出やすいですし、逆言えば、ここをうまく活用できない人は、自分が思ってなくても、顕在的に考えてなくても、潜在的にダメな自分になってしまうと、あの、実績が出にくいとかそういうことになりますので、後でこの褒めをした質っていうのは、改めて話をさせていただくんですけれども、この、 チートデーの話に戻すと、この、向上性維持機能ホメオスタシスっていうのが働いて、体がなるべくカロリーを消費しないようにします。例えば体温を下げるとか、私は普段36.4度が平熱なんですけど、35.9になるとか、体温が低くなるってことはその分活動っていうのは少なくなりますから、あの、そうやってカロリーの消費を減らすとか、あとは発汗作用が悪くなる。 あの、汗をかかなくなるとか、あとは、倦怠感が出てきて、体を動かしたくなくなるとか、そういったホメオスタシスっていうのが、この身体レベルで働いていって、カロリーを消費しないような状況になるわけなんですね。これが、まあ、飢餓状態ってことなんですけれども、でも実際は当然ながら私の意思でコントロールしてるだけで、飢餓状態に、はからずしも落ち、落ちたっていうわけではないんですよ。 で、結局のところ、基礎代謝量っていうのも、言うのも下がってくるわけですね。要するに、生きてて、呼吸してて、睡眠して、まあ、必要最低限の動きをしてるだけでも、消費するカロリーっていうのが下がってくる。で、下がってくるってことは、いくら運動しても、なかなか減量ができない。 体脂肪率が下がらないっていう低体期に陥っちゃうわけなんですよ。俗入低体期に。で、その時にですね、まあ、一言で言うとドカ食いなんて言いますけれども、このチートデーっていうのを設けることによって体に栄養はたくさんあるんだよっていう信号を送るんですね。 で、栄養はたくさんあるんだよって信号を送ると体が飢餓状態ではないとまた判断して基礎代謝が上がってくるんです。ってことはカロリーの消費っていうのが加速されるわけなんですね。で、この定期的にこのチートデーを挟むことによってカロリーの消費っていうのをより良くして活性化して飢餓状態じゃないよっていうシグナルを送ってで、また減量がうまく続けられるようにするっていうことなんです。で、チートデーってよく 皆さん言い訳で使う方が多いんですよね。あの、例えば、なんとなく減量してる人が今日はチートデーだからたくさん食べるぞっていうのはあれがダメです。普段からどのぐらいのプロテイン、要するにどのぐらいのタンパク質をとって、どのくらいの脂肪をとって、どのくらいの 炭水化物を取ってっていうのを普段から計算していて、で、1日2回ぐらいちゃんと体重計に乗って体脂肪率も測っていて、しかもちゃんとトレーニングやっていて、で、さらに減量を落としたいときは有酸素運動も加えたりして、しっかりと体のトレーニングをやっている人間だから、チートデイが意味あるものになるってことですね。なんとなく、ま、一食抜いたとか、あの、ラーメン最近あんま食べてないから、今日はチートデイで、 チートデイでラーメン食べるぞみたいな話になったら、全然数値化されていない人が、なんとなく自分の感覚で行うっていうことですから、それはダメです。あの、自分で減量、どのぐらい体脂肪率が下がってるかを見てみて、で、そうですね。まあ、いろんな諸説あるんですけれども、まあ、体重の5%ぐらいとかいろんな数値はあるんですけど、まあ、そこら辺は、私は、 あの、プロのトレーナーではないので、あんまり数値を今、細かく話すことは避けたいと思うんですけれども、あ、だいたい停滞期に来たなっていうのが数値的に現れてきますから、そのタイミングでチートデーを挟んであげて、で、その間に、まあそのチートデーを挟むことによって、飢餓状態というシグナルから脱出して、で、また代謝を高めて、また運動をしっかりするっていう形になりますね。 それが非常に重要になってきます。で、あるサイトではですね、まあ、チートデーをやってはいけない人っていうのがあって、チートデーの目安っていうのは、あの、男性であれば体脂肪率が25%、女性であれば35%未満の場合に適用されるっていうふうに書いてあるんですね。まあ、これも一概に言えないんですけれども、当然ながら私も体脂肪率25%未満です。未満のところで停滞したから、チートデーを挟んでるっていうことになるわけなんですね。 ま、要するに繰り返しになるんですが、体が飢餓状態で生命に危険が及びそうだなっていう判断をして、体が警戒しちゃってる状況なので、ま、栄養素が突きかけちゃってるんで、そういう状態から脱出しようっていうのが、ま、チートデーになります。で、そろそろ、ま、画像も元のいつもの音声日記の画像に戻るんですけれども、私がこのチートデーっていうのを挟むっていうのを、よく、 まあ体のものですけど、これは食生活の話ですけど、ダイエットの話ですけど、よくビジネスと重ねて考えるんですよ。で、ビジネスと重ねて考えるっていうのは、どういうことかっていうと、例えば物販をやっていると、 物販をずっとやっていると、やっぱり疲れてくる面っていうのもあると思うんですね。基本的には当然ながらしんどいことっていうのもあります。ビジネスですから。ビジネスですからしんどいこともあります。よく再現性がどうだとか、あのー、例えば継続性がどうだとか、そういった保証はあるのかとか、聞いてくる方は時折いらっしゃるんですけども、それ後で別の動画にしますけれども、一言で言うと再現性とか継続性を あの、変に考えすぎちゃう人とか何、何の人が、は再現性があるから、このビジネスはいいとか悪いとか考えちゃう人っていうのは根本的にビジネスに向いてないと私は考えてます。あの、この再現性100%とか継続性100%みたいな言葉って、そもそもネットビジネスの悪臭の一つだと私は考えてるんですね。 なぜかっていうと、その再現性っていうのは、まあ、100人の人がやったら100人実績が出たのが再現性100%ってことだと思うんですけれども、それがいいビジネスなのかっていうと、私は逆だと個人的には思ってるんですよ。100人の人がやって100人成果出るビジネスっていうのは、継続性はないはずなんですね。なぜかっていうと、もう、 言い方悪いですけど、うぞうむぞうが誰でもやってもできるビジネスっていうのは相当浅いってことなんですよ、手法として。で、その手法が浅いものっていうのはもう誰でもできるので、結局のところどん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 やれる人が増えてきちゃって、 しかも、しっかりと土台を作った上で成果が出た人ではないので、結局のところ、すぐに同じようなことをやる人が増えちゃうわけですよね。ってことは、継続性っていうのはなくなるんですよ。同じようなことをやる人が同じようにやってて、頭を使わずに言われたことだけやってて、で、一時的に利益が,利益が出たようなものですから、結局のところ、 継続性っていうのはないんですよ。しかしながら継続性はありますっていう言い方をネットビジネスだと言ってるんですね。要するにこれもう一文で矛盾が発生しちゃってるんです。で、ネットビジネスの謳い文句って一つの文章であのー、もういくつも矛盾が発生しちゃってるっていうのが問題なんですよ。ちょっと今外から私調布市に住んでるんですけど調布市のなんかアナウンスが入っちゃってるんですけれどもちょっと 音声として入っちゃってるかもしれないんですけれども、引き続きそれに負けないように話を続けていきますと、私はこの再現性とか継続性っていう言葉っていうのは、本当にその人自身の考え方だとは思ってるんですね。どんなビジネスだって再現性があるとかないとか、その基準で考えてしまってはいけないんですよ。 ですから、再現性があるからやろうとか、ないからダメだとか、そういうふうに考える。乗ってもっと、そもそもそれ自体がおかしいっていうふうに、私は主張している人間なんですけれども、このチートデイに関しても、そしてトレーニングに関しても、そして物販に関しても、ずっとやっていくっていうのは、その人がちゃんと努力して続けたからずっとやれてるってだけで、ずっとやれるかどうかっていうのは、その人の考え方次第なんですよね。私はそこを非常に重要視してるんです。 で、このトレーニングに関しても別に私は誰から強制されたわけでもなくって、自発的にもう30を超えて、体の調子っていうのが今、生きてく中で、生きてきた中で一番最高の状態なんですけれども、この最高の状態にしたいがために、なぜならばすれば、もちろん生徒さんのサポートもより専念して行える。あの、体がブヨブヨで、あのー、なんか、 なんていうんですかね、もう食生活も気にしないでバカバカ食っているような状況だと、はっきり言って精神的にもだん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 ダメになってくるんですよね。精神的にもブヨブヨになってくるんですよ。そうなってしまうと生徒のサポートに対してもしっかりと120%の力も注げなかったり、要するに私の思考回路も低下してしまいますしね、体がなんかダラーンとしてると精神もダラーンってしてしまいますから、生徒に。 100%の、まあ、さらに120%のサポートを常に尽力して行うためには体から、体が資本だと思っているので自発的にやってるわけなんですが、それと同じように物販だって誰かにやれって言われてやったわけじゃないじゃないですか。ってことは、まあ、例えばトレーニングをしていると、 まあすごいラーメンが食べたいなって日も当然ながらあるんですけど、いやでもそのラーメンが食べたいっていう気持ちよりも、自分の体を整える方が大事だっていうのが上にあるから、ラーメンバカバカく食べたりとか、もう好き勝手にご飯食べずにトレーニングを続けられる、まあ減量を続けられるっていう状況なわけですよね。物販だって、 しんどいこともありますよ。商品リサーチって初めしんどいと思いますし、カリキュラムの動画を見るっていうのもしんどいと思うんですね。で、再現性っていうのは、このカリキュラムを行ったら、誰でも成果が出るかっていう話だと思うんですけれども、当然ながら動画だって、どんな見方をするかによって吸収力っていうのが違うんです。100のことを動画で話しても、おそらくどんな方でも1回見ただけだと10も学び取れないんですよ。吸収できないんです。なぜならば、ゲシュタルトが構築さ されてないからなんですねゲシュタルトっていうのは私が一つの動画の中で話す一連の流れってことですこの流れっていうのが初めは私が 動画初めて見た時っていうのは次何話すのか、その次何が話すのかっていうのは未知ですよね。絶対にわかんないんです。だから一回動画を見終わったところで初めてこういう順番でこの動画を話してるんだっていうのが初めてわかるんです。それをあの難しい言葉で言えばゲシュタルトが構築できたっていうことなんですけれども、このゲシュタルトが構築できた後でもう一回動画を見るか。 さらにもう一回とは言わず、二回三回見るかによって全然違うんです。これゲシタルトっていうのは、まあ長期記憶と短期記憶の話にも関係してるんですけれども、短期記憶っていうのは十回繰り返すと長期記憶になるって言われてます。まあ長期記憶っていうのは、まあ思い出じゃないですけれども、一生頭の中にまあ半永久的に残る記憶になるかどうか、これを、まあ、 関陽区で言えば腹に落とすってことなんですけれども、腹に落とせるかどうかっていうのは繰り返し見たり、ゲシタルトを構築した後もう一度見るかどうかにかかってるんですね。で、他には一瞬で長期記憶にする方法っていうのがトラウマなんですよ。要するに衝撃的な、まあ情動的なものですね。情動的な気持ちと一緒に、 記記憶憶ににに入っったものっていうのははすすすぐに長期記憶になるるかかららででこれは生命がが危険性があるからですね例えば、狼に襲われて、あの、原始時代ですけど、狼に襲われて仲間が目の前で殺されちゃったと。これかなりの衝撃ですよね。で、これが短期記憶だったら、また狼が出てきても、なんだろう、あの生き物っていう感じで見るだけになっちゃうわけですよ。しかしながら、もう、友達が目の前で殺されたっていうトラウマレベルの衝撃と一緒に記憶されたものに関しては、すぐに長期記憶、 よくなるので次は狼が出てきたら逃げるとかなんか戦うとかあのただ見てぼんやりしている状況とは変わった行動が取れるようになるわけなんですこれもある種の私たちが生き抜くための知恵なんですけれども通常海外展売のカリキュラムを見ている時にはまあ、物販のカリキュラムとかビジネスのカリキュラムを見ている時にはいきなりこのトラウマレベルの状況にするっていうのは難しいので結局のところ繰り返し見るってことなんですね で、あの、生徒さんでも中には結構質問してくださる方もいらっしゃって、私は質問を基本的にいつでも24時間してくださいって言ってる人間ですし、返信もすごく早くしてるんですけれども、2パターンいらっしゃるんです。で、 あの、よろしくないパターンの方は、これ別にヒゲしてるわけじゃないですよ。よろしくないパターンの方っていうのは、動画の中で述べたことを質問してくる方いるんですよ。え、それは第何回の動画の何分何秒のところで話してますよねっていう質問ばっかりしてくる。で、それは、あの、 結局のところ、一回動画見て、もうすべて自分は分かったと思っちゃってるからこそ、動画の中で述べてる質問ばっかりしちゃうんですよ。しかしながら、それは、ゲスタルドが構築した後何回も動画を見れば、さらに前向きな姿勢で見ていけば、質問するまでもなく理解できていたことなんですよね。当然ながら、そういう生徒に関しては、もう、お前はダメだみたいな、お前は全然ビジネスで実績出ないぞみたいな感じで一周するのではなくって、我々は、 あくまでも講師ですから、そういう生徒がどうやって実績出るかっていうのを考えていくのが講師の存在意義ですから、あの、このゲシタルトの話を細かくするかどうかは別として、繰り返し見ることによって吸収できることがあるとか、あとは、 あの、その質問に関しては動画の何分何秒のところで話してるから、あの、繰り返しその関連の動画っていうのをもう一回見返してくださいとか、指示をする形になります。この指示っていうのは命令ではなくて、その人にとってベターなことを提示してるだけなんですけれども、そういったことを行っていきません話を元に戻すと、結局のところですね、このチートデイの話をしてきましたけれども、トレーニングを行っていって、 しっかりと行っていって、常に自分が行ったことを数値化する。アマゾンであれば、セラーセントラーの中のビジネスレポートで、こう、衛ンっていうのを選択して、各商品のセッション数とか、ページビューの数とか、要するに何人の訪問者が訪れていて、で、何人のユニークユーザー、まあ何人の人が訪れていて、で、さらに、購入率っていうのは、どのぐらい売れてるのかっていうのを、細かくチェックするっていうのを日々行っていった人が、 あの、その後、ずっとやってて、まあ疲れちゃったって時には、例えば一日出かけてみるとか言ったりするっていうのは非常にいいことだっていう話なんですよ。で、さらに細かく言うと、例えばよく最近あった質問でですね、追加買い付けは15個買い付ければいいですかみたいな質問が来るんですよ。それもですね、絶対的な数値っていうのはないんです。これがカリキュラムとカリキュラム外の話の 狭間のことだと思うんですけれども、我々は常に数値を見ていけば自分の得たい数字っていうのは算出できるっていう考え方なんですよ。例えば、1週間に1個売れる商品っていうのがあって、で、今まで1ヶ月売ってきたと。ってことは、1週間に1個ってことは4個売れてることですよ、ってことですよね。で、それは、まあ、 今までの販売期間割る販売した個数をすれば、まあ、7日に1個売れるっていうのがわかるわけですよ。で、次の買い付け、次の買い付けの買い付けのサイクルが2ヶ月に1回買い付けをする方であれば、2ヶ月分の在庫を補充するから最低8個補充すればいいってことなんですね。その8って数字だと、やっぱり心もとないので、プラス5個余裕を持って買い付けをしておく。複数を こう買う人がいるかもしれないので、5個で、まあ13個買い付けをするっていうふうに、次何個買い付けするかっていうのを全て数値化できるわけなんです。で、そういうのもやっぱり数値化なんですよ。ですから、そういうことをしっかり行っていって、で、余裕を持って買い付けを行って、で、ビジネスレポートで常に 商品の状態っていうのをチェックして、さらにそのセッション数が悪ければ、必ず商品のトップ画像、タイトル、キーワード、価格。この4点が問題ですし、で、セッション数が多くて多くの人が見に来てるにも関わらず売れないのであれば、商品の詳細ページ内と、まあ基本的には商品の詳細ページを改善していくので十分なんですね。こういうのもしっかりと行ってった人が、それでも、まあちょっと最近、 まあいろいろ頭が、まあもやもやしたりとか、どうしてもなんか体が辛くなってきた、まあ疲弊してきたと、疲労は溜まってくると思うんですね。人間生きてるわけなので、頭使いますし、物販って結局。で、その時にまあちょっと一日外出しようとか、一日お出かけしようとか、まあデートしようとか、家族でどっか行こうとか、なんか食べに行こうとか、そうふうにするのは OK だと思うんですよ。 で、このチートっていうと、騙すっていう言葉なんですけれども、まあ、そんな悪いことではなくて、正確に言えば、まあ、リフレッシュとか、リラックスの時間、体をまあ、ダラーンと弛緩させるような時間っていうことなんですけれども、設けるのはいいと思うんですね。でも、なんか、なんとなくやってって、なんとなくだるいから、なんとなく休むとか、 は、減量期で言えば、なんとなくその PFC バランス考えずに、なんとなく食事、普段より少なくしたかな、みたいな感じの方が、なんとなく食べたくなったから、なんとなくチートデーを設けちゃうっていうのって、やっぱりダメなんですよね。普段からしっかりと数値化できることはして、しっかりと、あの、 カリキュラム、メニューみたいなものに従って、まあトレーニングで言えばメニューですし、あのビジネスで言えば学んでる方はカリキュラムなんですけれども、カリキュラムに沿ってしっかりと行い、さらにしっかりと行ったことをフィードバックする。カリキュラムであればゲスタルトが構築された後動画を繰り返し見る。そういうのを行ってって、それでも、どうしても疲れてしまうとか、どうしても、まあ要するに、 体がダイエットであれば、停滞期に入っている方であれば、チートデイ、リフレッシュデイっていうのは非常に有意義かなっていうふうに考えてます。ここまでの話、まとめさせていただきます。今回は私があの、減量期に行うチートデイ、このチートデイ自体はすごく重要なものなんですけれども、あの、勝手に解釈したり、 適当に解釈したりして行ってしまっては意味がないんですね。それと同じように、やはりビジネスでも、まあゆったりする時とか非常に重要だと思うんですけれども、やっぱり初めのやり始めっていうのはしんどいこともありますから、そこで適当な理由を作って休むっていうのを繰り返してしまうと、休み癖がついちゃうんですよ。で、自分が昔空手やってた時にすごく、えー、10代の頃でしたけど、すごく痛感したのが、 なんとなくの理由で休もうと思えば、いくらでも空手の稽古って休めるんですよね。例えば今日辛いとか <laughs>、まあ辛いもなんとなくなる理由じゃないですか。で、1週間休むと2週間休むんです。2週間休むと3週間休んでもいいやっていうふうになっちゃって、結局のところ空手の稽古全然いかなくなるんですよ。全然強くならない。 まあ、当然ながら空手っていうのは肉体を鍛えるっていうよりは精神を鍛えるものなので、精神的に負けたってことなんですけれども、そういう状況はこれあかんなっていうふうに思ったことがあります。で、これほんと空手の稽古だけじゃなくて、休み癖とか怠けづけ、怠け癖っていうのを適当につけてしまうと、今後何をやろう、 としても、まあ、本当に原理をやろうとしても、適当な理由をつけてなんとなく休んだりとか、適当に自分がいいように解釈してなんとなく休んだりとか、そういう状態になってしまうんですね。ですから、やっぱりビジネスに関してもしんどいことも含めてしっかりとやっていく。で、初めから、 少し余談で話したその再現性がどうだとか継続性がどうだとか考えている地点でそれはおかしいですからその場合はそれ以前の問題でまず再現性がいいからやるとか継続性がありそうだからやるとかそういう考えっていうのはまず捨てていただく再現性っていうのはどのようにやるかによっても変わってきますよあのなんとなくやってる人が100人いたらその100人の再現性はゼロですからどのビジネスでも なんとなく継続性があるから好きじゃないけどやろうかなって思ってた人が下手の横付きっていう言葉ありますけれどもやろうとしたらその人たちは継続できないですよ。めんどくさいから。何でもかんでもはしろうとしちゃうからです。で、良くない方が何でもかんでも初めからなるべく作業をはしょったりなるべく楽しようっていう方いるんですけれどその方ははっきり言って継続的な世代にはなれません。 継続的なセラーになれないということは、顧客目線で商売ができてないということです。顧客目線で商売できてないということは、アマゾンにとっても、あの、お客さんにとっても、有害なセラー。まあ、有害なセラーって言ったら、ちょっと、あのー、辛辣な言い方すぎるかもしれないですけど、要するに、利益の、有益じゃないセラーなんですね。で、有益じゃないセラーっていうのは、どういうセラーかっていうと、自分のことばっか考えてる。自分のことばっか考えてるっていうのは、 相手に良いものを提供するよりも自分が楽することを率先しちゃってる。そういうセラーっていうのはめんどくさくなりますから、初めから走ろうとします。初めから走ろうとするっていうことは土台をしっかりと作んないっていうことです。 なるべく自分で一連の動作、これもゲシュタルトなんですよ。ゲシュタルトなんですけれども、自分でゲシュタルトを構築する前に、外虫だとか、人に任せるだとか、何でもかんでも人にやらせようとしてしまう。これはよろしくないですよね。話をまとめのまとめに入ります。チートデイっていうのは、やっぱり結構ダイエットをしている人が誤解しているものの一つだと思うんですね。まあ結構よく誤解されてるのが、チートデーイコール、 適当にやりゃいいとか、なんとなくやったらいいっていうふうに思ってる方がいらっしゃる。しかしながらそれっていうのはチートでも含めてトレーニングですから、そこは忘れちゃいけないんですよね。で、一方、物販のやってる方でもやっぱり疲れたりするときにチートで的なもの、まあリフレッシュデーみたいなのを作るのっていうのは非常にいいんですよ。まあ私の場合はこれはサーフィンなんですかね。サーフィンに行って、例えば、 一泊二日でサーフィンに行って、まあ当然ながらその間のもうパソコンを随時チェックして生徒のサポートをしているのでもう完全にだらけてる日ではないんですけれども少なくとも海に入っている間っていうのはパソコンは見れないのでその何時間かっていうのがある種のチートタイムなのかもしれないんですけれどもそういうところで普段のずーっとパソコンをつけながら 基本的には、あの、サポートを行っていくときからちょっと違う環境に身を置くことによってリフレッシュするっていうのがあるんですけれども、それが効果的になるっていうのは、普段の環境から違う状況に自分を置くことによって、入ってくる情報っていうのが変わってくるからなんですね。あの、普段目につかないものが見える。普段目にしないところに行くってことは、普段目にしないものが見える。 例えば、まあ、ディズニーランドに、チートデーみたいな感じで、まあ、チートデーって言ってやっぱり、人聞きは悪いですけど、決して騙すって意味じゃないですよ。リフレッシュデーとしてディズニーランドに、まあ、例えば恋人さんと行かれて、歩いてると、いろんな商品っていうのが目に映るわけじゃないですか。それは普段近所歩いてるだけだと目にしないような、まあ、ディズニーランドの造形的なものだったりとか、 ディズニーランドのグッズで、えー、こういう商品、このパーカーが5000円かとか、結構ボーリじゃないですか、ディズニーランドの商品って。でもそういうことを見ることによっていろいろ気づきがあるんですよ。まあ、ディズニーランドのパーカーがあって、まあ、5000円があって、うわ、高いなっていう時にふと気づくわけですよ。なんでこんな高いのに、 あの、顧客はこぞって買うか。それは付加価値がついてるからなんですね。ってことでその付加価値を商品につけることによって、原価が安い商品でも、リザヤをつけてもお客さんが満足して買ってくださる商品っていうのがあるっていうのがわかるんです。で、その付加価値っていうのがディズニーランドだったらディズニーっていうブランドなんですよね。ミッキーっていうキャラクターなんですよね。そういうものなんですよ。ってことは、そういったことが刺激になりますので、皆さんもぜひ、その、 今回は、まあ、チートデーから考える物販の肝とかコツについての話をさせていただいたんですけれども、休むとき、いつもと違う環境に身を置くっていうのは非常に重要です。逆言えば、置かないと、まあ、飢餓状態ではないんですけれども、まあ、脳内がある種、いつもの感じに慣れすぎちゃって、 ある種、まあ、あ低たらくって言ったら言い過ぎなのかもしれないですけど、まあ、体が飢餓状態になってもう慣れちゃってるから、ホメオスタシス向上性維持機能が働いて、もう、なんとなくやってても、変な話、無意識的に手抜きしててもできちゃうっていう状況になっちゃうと。で、無意識的に手抜きしてるってことは、まあ、キープはできるんだけれども、変化は訪れませんから、だあの、 その状態で発展はしませんから、やっぱり物販にあっていくと、あのー、一つの商品2年3年売れるものもあるとはいえ、どうしても新しい商品リサーチを行ったり、変化っていうのはどん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 必要なんですね。前に進んでいくって作業は必要なんですけれども、そこに対して目が向かなくなってしまう。なんとなくこの感じを維持していけばいいかっていうふうになってしまいますから、それってやっぱり結局のところ本当の意味での継続性っていうのが失われかねない状況ですので、そういう時に、 ま、どういう感覚で行っていけばいいのか。まあ、チートで、リフレッシュで、チートタイム、あの、リラックスタイム。ま、いろいろあると思うんですけれども、そういうことをうまく挟んでいくことが必要だと。しかしながら、それは常にしっかりと行っていって、数値化して、数値を分析して改善していって、まあ、マーケティングとか、あの、ビジネスいう PDCA サイクルっていうのをしっかりと行っていくことによって、初めて意味があるっていうことを皆さんにお伝えしたくて話をさせていただきました。 というわけで、音声日記、いよいよ、えっ、ー、と、これが、第何弾だ、でしたかね、第5弾かな、になりましたけれども、このような形で、ズレズレなるままに、日暮らし、すずりに迎えて、まあ、日暮らしではないんですけれども、自分がお伝えしたい、これは共有した方がいいなって思ったタイミングで、あの、音声日記というのを出させていただいておりますので、また、ぜひ、 基本的には音声日記っていうのは、まあ、今回ちょっと画像を出しましたけれども、基本的には、あの、ヒアリングだけで、音声だけがメインのものですので、あの、 動画を視聴できないタイミングでもお聴きいただけるように音声日記っていうのは不定期で配信させていただきますのでまたぜひご覧いただければご視聴いただければあのお聴きいただければと思いますというわけで最後までご清聴ありがとうございます海外転売スクール講師の黒沢土がお届けいたしましたでは失礼いたします